松尾工業鉄道 ED25 系電気機関車は、かつて松尾工業鉄道で使用されていた直流用電気機関車である。1951年6月に東京芝浦電機で ED251、ED252 の2両が製造された。車体中央部に小型の運転室を設け、その前後に主要機器を内蔵したボンネットを設置する。 いわゆる突型車体を有する。前面窓は乗務員とビラ部を含めて4枚の窓で構成されている。蒸気の通り長方形のボンネットと箱型の運転室を備えた突型車体で、大枠部分には手すり並びにステップが設置されている。前照棟は運転室部分に前後一棟ずつを備え、運転室の上にパンタグラフを置いている。現役時代の図色は、 湘南電車に近い窓周りとボンネット上部が黄色、屋根と下周りが、能力色青字に、ボンネット全部から、側面途中まで回る白帯と変化している。先に製造された東農鉄道 ED 線形電気、機関車と多くの部分で類似した仕様を持つ、東芝製の TT-51 台車を備える。投入された1951年以降、全線廃止まで、 主に校内入れ替え用電気機関車として運用された。貨物輸送の最盛期には、輸送能力を補うために、本線貨物列車牽引の主力だった ED50 系の代わりに、本線の列車を牽引することもあった。1972年10月の松尾工業、鉄道廃止後、ED250 にはそのまま廃車解体となり、ED251 も解体される予定であったが、 森岡市内の廃棄物処理業者に引き取られた。長年の個人所有を経た後、1993年に八万体の松尾村歴史民族資料館へ移設され、生体保存されている。図書区は現役時代と異なり、朱色一式となっている。ありがとうございます。